皆さんごきげんよう、大和優雅です。星組全国ツアーバレンシアの熱い花を感激してきました。なぎなるみちゃん、かちゃの主演作でしたね。このバレンシアの熱い花は私のトップお披露目公演でもありました。だから思い入れのあるとっても大切な作品を、全国ツアーといえば関東はここということで、市川市文化会館に見に行ってきました。いやー、この劇場本当に大好きです。さあ、このバレンシアの熱い花ですけれどもね、なかなか大人な恋愛でございますね。いいなずけがいるんだけれども、イザベラに恋をして、そこで揺れを動く男の苦悩、そして、父親を殺されたね、復讐を果たすという強い思い、そんな思いを秘めながらイザベラとの愛、ね、相手役の日月花ちゃんとのデュエットダンス、ここね、幻想のシーンですごく大好きでした。このダンスの最後にですね、言い名付けの、マルガリータが出てきて微笑むんですよね。ここで苦悩するという場面、そしてこの写真はですね、オープニングのナンバーですね。さあ、市川市といえばこの方、井上ひさしさんがとっても深い関係のある場所ですよね。私、井上ひさしさんのこの言葉が大好きで、私のいつも持ち歩いているミニ鍵盤にも貼っていつも目にするようにしております。その言葉とは、難しいことを優しく、優しきことを深く、深いことを愉快に、愉快なことを真面目に。いやー、これは本当に、なんだろう、本当に大切にしてます。なんだろうね、特に喜劇とかをやるときはこれすごく大切だなと思うんですよね。難しいことを優しく、でも優しいことを深く、で深いことを愉快に、愉快なことを真面目に。これなんか本当に舞台で喜劇をやるときとかは、これ本当に大切にしないとお客さんを感動させることはできないなって思っています。この言葉はね、いつも私の胸の中にあって、舞台に立つときは頭の中で必ず唱えています。はい、大切な大切な言葉。そのね、大切な言葉を生み出した井上ひさしさんがとっても関係のある市川市文化会館でした。